はい、えー、ヤマハ SR400 ですね、えー、の紹介になります。えっ、ー、と三型です。で、三、えー、型なんですけども、えー、このようにですね、えっ、ー、と限定カラーの外装が付いてます。で、この外装ね、ごめんなさい後付けなんですね、えー。オーナーさんが集めて、えー、つけて、えー、くれたくれたものなんですけども、あの一点だけあのシートカウルだけあの、えー、普通の 元からついていてる黒のやつになります、はい、これ以外、こことサイドカバーと、えー、タンクですね。これは3型外装ですね。えー、これは ETC です、はいえーと。イモビキー仕様のー3型タイプですね、えー。なので、今のと違って、キャブレターです。キャブレターでフロントはディスク、リアはドラム。リアは最後までドラムでしたね。はいえー、という SR ですね。走、はいえー、行距離1万8 8 4 6キロとなっております。 はい。で、あとそのタンク以外の部分についてはほとんどノーマルです。USB 電源ついてます。はい、ここについてますね。あ、そうですね。ちょっとこ,こっちかかな。こっちかかな。どっちでもいいです。はい、こんな感じで USB 電源がついてますね。はい、綺麗ですねで。アナログの時計がついてます。はい。これ僕も持ってます。すぐ壊れます。は <laughs> い。ま今あのこれ 時間合ってないなもしかしたらこれ壊れてるかもしれない、はい、おまけ程度に考えておいてください、はいえー、そんな感じで、えーまあ、かっこよい SR ですね、はい、あのホワイトベースの納車ではあーうちで、えー、法定点検整備、ねえー、それから名義変更等を行った上で、えー、きちんと納車させていただいております全国どこでも納車してますのでよろしくです、はい、今回の、ね、動画の尺はちょっと短いのは何でかというと これ若干ちょっとカメラテストを兼ねてまして、えー、やりました。はいまあ、でもこの SR は本当にうちで販売しているものなので、えー、非常にこういいものです。はいねえー、とシートがね、これね、こう真ん中がちょっとこうえぐってあってね、こう,こういうとこあね、あのお尻によくなってる。はい ついてなんですご紹介します。えっ、ー、とゴールデンレートリバーなんですけど犬の方の僕サブチャンネルやってましてですねそのカレンダーを毎年作っております。これ僕が書いたイラストなんですけど、えー、そのカレンダーが今年もできてきております。はいうちの可愛い阿部ちゃんです。はい阿部ちゃんねもうね何されても喜ぶ子です。はい、ね、なので三、えー、種類があります。えー、こちらは子犬のゴールデンの子犬ですね。 白のもののですすね、はい、あります、はい、これの後ろのイラストはこんな感じですね。可、は、愛、いね、いらしい、きいちゃん、はい。これはハロのカレンダーですね。ハロの写真をいろいろハードディスクを探してです、ね、見つけてきました。まあ可愛い,い本当この時は、どこかの病院、がん治療か,かなんかの病院に行ったんですよね。ねうん まさかガンでなくすとは思わなかったですけども、もう写真見てるだけで、う匂いがこう思い出される感じですね。いといううちのいい子ちゃんズのカレンダーが出てます。もしよかったらこちらもよろしくお願いいたします。いというわけで、ちょっとカメラテストを兼ねた動画でえと恐縮ではあるんですけど、非常にいいよいしょ、SR 状態よろしいです、は。い ちょっと室内なのでエンジンかけるのができないんですけどもちょっと近くでこうわっとこう取ってもらっていいですかメッキパーツはねあの指紋がつきやすいのでね結構気にするんだけどやっぱメッキングだよなそういう時はねよいしょよいしょ いやもうメッキングめっちゃ楽しいメッキング最高だよねこれねうわきれになるなーほん SR とメッキングの組み合わせは最高ですねもう傷が埋まっていく感覚がある 広曇りがどんどんん消えていくこのリム、ね、昔のバイクなんで SR はこういうメッキパーツみんなちゃんとした金属でできてるんですよ。割とね今プラメッキ多いんですけどねここはプラメッキですよ。それがねこうメッキングでこう綺麗になっていく姿がね非常に楽しい。いやいいなこれ。いやいいなこのフェンダーが美しい。 今,ね、今のバイクこういう、ね、あの鉄フェンダーないですからね、うん、もうこ,これ磨いてるの見ただけでいいなと思うでしょうみんないいんです SR はとてもいいですノーマルが非常にこう美しく映えますね,、はい、ねただ SR の弱点はこのエンジンが腐食しやすいことですねこの表面ね ククランクケースすぐこうなっちゃうんだよな、クランクケースカバーね。ねこれはもうあの磨くより新品に交換した方が早いです、このカバーをね。ね、ここがね、まあ、これはもう SR の宿命ですね。はい、えーというわけで、えー、今は非常にこう珍しくなってしまった、まあ値段高騰してますけども、SR ですね、はい、3型キャブになりますが、はい、あの非常にいい,いいバイクですので。あのー メンテナンスもしやすいいいものです。はい、もしよかったら、えー、お問い合わせいただけると幸いでございます。